カーラダイアン・ヘイデンはアメリカ合衆国の図書館司書である。米国議会図書館の第14代館長。女性として初めてのかつアフリカ系アメリカ人として初めての米国議会図書館長である。また、司書専門職の人物が米国議会図書館長となるのは約60年ぶりである。 1993年から2016年までメリーランド州ボルチモアのイーノック・プラットフリー図書館で館長をまたこの期間中2003年から2004年にかけて米国図書館協会の会長を務めた ALA 会長在任中には米国愛国者法に反対する ALA の立場を兼任したヘイデンはフロリダ州タラハシーで生まれたニューヨーク市クイーンズで育つが 10歳の時に両親が離婚し、母親と共にイリノイ州シカゴに移り住んだ。父親の再婚により、イボテイがいたが、1992年に他界している。ヘイデンの母方の家族は、アーカンソー州、ヘレナ出身である。父方の家族は、イリノイ州、ドゥコインの出身であり、このことは、イッツグッドツービー・イ・ブラックに記されている。読書への関心は、 1946年に出版されたマーガリー・ト・デ・アンジェリによる自動書ブライト・エイプリルによって歓喜され英国の歴史とコージーミステリーの関心はシカゴの高校で形成された。イリノイ州ジャクソンビルのマクムーリー大学に通い後にルーズベルト大学に編入した。ルーズベルト大学では政治学とアフリカ史を専攻している。図書館好きではあったが 図書館員を職業として意識したのは、1973年に同大学を卒業した後であり、シカゴ大学大学院にて1977年に図書館学習志号を、1987年に図書館学博士号を取得した。女優リンダ・カーターとポーズを取る平イ平ン,ンの図書館員としてのキャリアは、シカゴ公共図書館から始まった。 1973年から1979年は、自動サービス担当。1979年から1982年は、ヤングアダルトサービスのコーディネーターを務めた。1982年から1987年には、シカゴ科学産業博物館の図書館、サービスコーディネーターとなった。その後ピッツバーグに移り、ピッツバーグ大学情報学校で准教授として、 教鞭を取った。同時期の教師陣には、著名な、アフリカ系アメリカ人図書館師匠である、E.J. ジョージーや、スペンサーショーがいた。再びシカゴに戻り、シカゴ公共図書館で、次長兼、チーフライブラリアンとなる。ここで、バラク・オバマとその妻、ミシェル・オバマと出会っている。1993年から2016年には、 ボルチモアのイーノック・プラットフリー図書館の館長となった。ヘイデンは1993年7月1日、メリーランド州ボルチモアの公共図書館であるイーノック・プラットフリー図書館の館長に着任した。当時のイーノック・プラットフリー図書館は他の図書館同様に施設の老朽化や予算制約等の課題に直面していたが、市民の図書館に対する期待の変化を踏まえ、 改革に取り組んだ。22カ所、数百人の職員、4000万ドルの年間予算を抱える道館を統括し、35年ぶりの新しい文館開館や1億1200万ドルをかけた中央館のリノベーションを統括した。また、2015年、ボルチモアで黒人男性が警察へ連行される途中に死亡した事件に対し抗議活動が起こった際には、 多くの店舗が閉じられる中、同館を開館し続けた。2016年にこの件についてタイムマガジンでインタビューされた際には、地域の人たちが図書館を守ったことで我々は、人々が避難、安心、機会の場所を求めていることが分かった。地域の多くの店舗が閉じられている中で、スーパーマーケットから食料やおむつが持ち込まれ、メディアもいた。司令センターのようだった。 と振り返っている。米国議会図書館長に就任する直前の2016年8月11日まで、同館の館長職を務めた。2003年から2004年の米国図書館、協会会長として、ヘイデンは、アクセスの公平性をテーマとして掲げた。ALA 会長として、米国愛国者法への反対を表明し、利用者のプライバシーの保護のための戦いを牽引した。 とりわけ、司法省及び FBI に、図書館の利用者の記録へのアクセス権限付与することになる同法215条に反対し、法務長官、ジョン・アシュクロフトと、しばしば論争を繰り広げた。米国愛国者法への反対とともに、ヘイデンが尽力したことには、図書館のアウトリーチ活動がある。ヘイデンの名声を高めたプログラムには、イーノック・プラット・フリー図書館で開始した。 アウトリーチ活動が挙げられる。このアウトリーチ活動では、ボルチモアの子供たちが放課後に過ごす場所を提供するとともに、宿題の支援や進路相談を提供するものであった。この活動により、ヘイデンはライブラリージャーナル誌のライブラリアン・オブ・ザ・イヤー賞に選ばれている。2010年1月、オバマ大統領はヘイデンを博物館、図書館サービス機構及び、 全米人文科学基金のメンバーとして指名する意向を表明した。ヘーデンの講演の模様2016年2月24日、オバマ大統領はヘーデンを次期米国議会図書館長に指名した。その際のプレスリリースで、オバマ大統領は誰もが今日のデジタル文化に参加できるよう図書館の現代化に尽力してきたことと指名の理由を述べている。指名に際しては、 ALA を含む140以上の機関から指示が表明された。ALA の所管では、ヘイデンの専門的技能と感性を生かしてこの職務に当たることへの高い期待が示された。指名は、米国上院で受理され、議事規則議員運営委員会に諮られた。2016年4月20日、議事規則議員運営委員会は、聴聞会を開いた。ヘイデンは子供を、 インターネットから保護する法律に反対していたが、これが承認の行き詰まりの要因となっていた。2016年7月13日、上院で承認され、同年9月14日に就任した。米国では、図書館員の8割を女性が占めながら、米国議会図書館長の職はこれまで、白人男性しかついたことがなく、ヘイデンは、女性として、初の、また、アフリカ系アメリカ人として、 初の米国議会図書館長となった。また、これまでの米国議会図書館長の多くを学者、歴史学者であった中、彼女が司書専門職であることも特筆されている。ヘイデンは就任時より同館の所蔵する資料のデジタル化を特に基調資料に重点を置いて進めることや、生徒のための教育プログラムとの連携を強化し、 全米をめぐる巡回展示を行う意向であることを表明している。2017年1月には4歳の少女をついたち米国議会図書館長として迎えている。ヘイデンは戦略計画の担当部署を館長直属とし、2018年10月に2019年度から2023年度までを範囲とする新たな戦略計画、図書館体験を豊かにするを公表し、 使命、ビジョン、統合的役割、進むべき、方向性、目標を示した。目標としては、アクセスの拡大、利用者がいつでもどこでも、どのようにでも LC の特色あるコレクション、専門家、サービスを利用できるようにする、サービスの向上、すべての利用者のために、LC との生涯にわたるつながりを育むための価値ある、体験を創出する、資源の最適化、 LC の業務能力を現代化、強化、合理化するインパクトの測定、外部世界に対する LC のインパクトを測定し、説得力のあるストーリーを分かち合うためにデータを活用するの4点が示されている。ヘイデンはアフリカ系アメリカ人として初めてライブラリージャーナル誌のライブラリー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞している。以後の表彰等は以下の通りである。ありがとうございます。